れ、材料がない。切らしちゃってたのかな。どう、何か問題ですか、マスター。あー、ホムちゃん、悪いんだけど、ちょっと買い物に行ってきてくれる？私手が離せなくて。わかりました、お任せください。近くに生物の鳴き声、どこに？あ、離れてください。足にくっつかれたままだと買い物に行けません。こういう時はどうすればいいでしょう。それで、拾ってきちゃったの？はい、どうすればいいでしょう。どうすればって言われても、まだ子猫みたいだし。とてもぬくぬくしています。触り心地は抜群です。本当？私にも触らせて。うわ、そんな警戒しなくても。ホムちゃんには懐いてるのに。マスター、コナンをアトリエで育ててはいけないでしょうか。コナン？ナーと鳴くからナーです。子供のナーだからコナーです。なるほど。聞くまでもない却下だ。うん、相変わらず突然出てくるな。なぜダメなのですか、グッ。ここは錬金術のアトリエだぞ。薬品をひっくり返されては困るし、調合中に猫の抜け毛が混じるかもしれない。だからダメだ。薬品ならマスターもよくひっくり返します。それにこの子は猫ではなくコナーです。ホムちゃん、さりげなくひどい。コナーだろうがウニャーだろうがダメだ。元の場所に捨ててこい。わかりました、グランドマスター。師匠、ホムちゃんしょんぼりしてましたよ。そうだな、ああいう悲しげな表情も悪くない。そういうこと言ってるんじゃないです。猫くらい飼ってあげてもいいじゃないですか。猫がアトリエの中をうろついていたら邪魔なのは確かだろ。師匠がうろついてるよりよっぽどマシだと思いますけど。ほう、珍しく反抗的だな。そうか、そんなにお仕置きしてほしいのか。ああ、嘘、嘘です。つい口が滑っちゃっただけです。まあいい、今日はお前へのお仕置きより面白そうなものもあるしね。え、人工の生命感情らしきものを見せた。